っぱりすごくプレッシャーがあったんですけど、とりあえず一種目決めれたことによってすごくホッとしています。もう少しいいタイムを目指していたのでちょっと残念なんですけど、52秒が出て前半もいい記録で晴れたので、まあ、8月あのロンドンにはつながると思っています。やっぱりラクール選手が頭1個出ているので、そこに追いつくためにはもっともっと努力していかないといけないと思っています。100選ばれたことによって少しホッとしているので、200ではもっともっと積極的なレースをして会場を沸かせられるようないいタイムを出したいと思ってます。ありがとうございました。